原田武雄タケポンを理解し味わうための超有料参考文献ここにあり。マドモアゼル愛寺山修辞論月の教科書は人間理解と人生充実への処方箋である。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回は久しぶりにですね、マドモアゼル愛先生愛ちゃんの話題を少し取り上げたいなというふうに思います。まあ、テーマにある通りなんですけども、今回愛ちゃんの寺山修辞論を取り上げるんですけども、でこの寺山修辞論が出てたのがですね、出てるのが、まあ、月の教科書という愛ちゃんが今年に入ってからですかね、出した本からのご紹介という形です。で、まあ、この月の教科書についてはですね、エリカ先生の天命鑑定を受けられた、まあ、ご依頼くださった方の中にも、何名様かご購入された方がいらっしゃるというふうにお聞きしているんですが、まあ、その、まあ、月の教科書というところですけども、で、まあ、この寺山修辞論についてはですね、実はこの月の教科書に先行して、以前愛ちゃんのブログでですね、この寺山修辞論書かれていたものを、まあ、私自身、まあ、こう1年か2年ぐらい前だったと思うんですけども、読んで、いたというところではあったんですが、まあ、当時もですね、非常に、まあ、感銘を受けてというところではあったんですけども、やっぱりこう愛ちゃん、太陽水亀座の方でいらっしゃってですね、まあ、太陽水亀座のこう真骨頂を見たなというところでですね、やっぱりこう私は月が水亀座なんですけども、やっぱりこう月が水亀座の自分にはやっぱこうなかなかこう真似できないような、やっぱ洞察だとかこう分析がやっぱりできる方なんだなと思って、まあ、非常にまあ、感銘を受けたというところでしたね。で、まあ、今回のテーマもちょっと月に関わるところにはなるんですけども、まあ、月についてはこう西洋占星術の中でも一大テーマになるものですし、あとはまあ我らがタケポンもですね、西洋占星術という切り口ではなかったと思いますけども、まあ、月についてはタケポンも一貫あるというようなところでありましてですね、まあ、なかなかこう興味深いまあ、対象にはなるんですけども、で、まあ、レジュメの方左上のところにですね、まあ、今回の月の定義の方は、書かせてもらいました。で、月については、まあ、3月の20日の配信の時にこうエリカ先生の方からですね、月というのは、まあ、見せるとダサいものなんだと、まあ、いうふうな定義をされていらっしゃって、でもちろん全面的に私も同意する、月の定義にはなるんですけども、まあ、今回についてはというところで、愛ちゃんの、まあ、この月の教科書のいわゆるこう月理論のこう文脈に沿う形で、今回は定義をしたいなというところ で、まあ、レジュメにあるのが私なりの、まあ、愛ちゃんの月理論を私なりの表現で、表したものというところで、レジュメある通りなんですけども、月というのは、まあ、才能適性がないのに、あると勘違いしてしまうものというふうな定義で、まあ、今回の話は進めていきたいなと思います。で、話の構成としてはですね、今回はですね、まず左側の、レジュメのところをですね、まあ、今回の月の教科書の中の154ページから160ページぐらいまでのところの、まあ、抜粋を中心にというところでご紹介させていただいて、でその後、まあ、そこから私自身がちょっと、まあ、学びとして得たものみたいなことをお話しし、で最後に、我らがタケポンの何がすごいのかというところを最後まとめとしてお話をしていきたいなと思いますので、まあ、今回もよろしくお願いします。でまず左の方ですね、レジュメの方ご紹介そのままさせていただきますね。はい、第1パラグラフからいきます。寺山氏は俳句と短歌の世界では天才の名を欲しいままにしていました。しかしそんな寺山氏を一大スキャンダルが襲います。盗作問題です。で次2パラグラフ目ですね。月双子座は考える能力がなく思考力に弱さがあるので自身の考えが持てません。どこかから借りてきて補う以外に方法がないのです。盗作しようという悪意は到底ないのですが、どうしても借り物なので似てしまいます。
で3パラグラフ目ですね。短歌と俳句の道だけでは無理なので、以降さまざまな方向への活動が始まったものと思われます。寺山ワールドはものすごい広がりを見せますが、単独で行ったものは少なく、横尾忠則氏や谷川俊太郎氏といった個性との協力により世界を創出する、という面があったと思います。愛シンクができないという月双子座の弱点を、人懐っこさや人間関係を本能的に応用して補ったのでしょう。次、4パラグラフ目ですね。月双子座の考えられない、本物の文章は書けない、真似事の文章しか書けないという運命に対して、寺山氏は脱文章化の方向に進みます。もちろん寺山氏が月双子座について知っていたわけではありませんが、彼が目指した方向はそれが良かったのです。脱文章、脱シナリオ、脱ストーリー、最初から愛シンクのないスタートである点、間違いなく寺山芸術の出発点だったと私は思います。次、5パラグラフ目ですね。しかし月双子座の理解などない寺山氏は、自身の中にある考えができない、本当は文章が書けないという自分への負い目やこだわりには大きなものが、きっとあったと思われます。彼の活動が月双子座の欠けた自身への弁解となっていた部分は少なからずあったことでしょう。最後の6パラグラフ目ですね。なぜそれほどまでに酒に溺れたのか、なぜ自身にも破壊的な生き方しかできないのか、それらはすべて月がきっかけになりますので、寺山氏自身の中で月双子座の問題は未解決だったと思わざるを得ません、と、いうことですね。はい。この愛ちゃんの寺山修辞論を読んでですね、僕自身も1年2年前初めて読んだ時もそうですし、今回改めて月の教科書を、購入して読んでみてというところで、そこからちょっと得た学びというと少し大げさなんですけども、ちょっと僕が思ったことを少しお話ししたいなと思います。でレジュメで言うと、右下のところですね、愛ちゃんの、寺山修辞論月の教科書からの学びということなんですけども、まず、矢印一つ目がですね、ないものをあることにしてしまうと悲劇が起きるというところですね。で、ここでいう悲劇というのは、今レジュメで、読んだ通りなんですけども、盗作問題のことですよね。で、このレジュメには書かなかったんですけども、愛ちゃんのこの月の教科書のこの寺山修辞論の中で、ちょっと言われてたこと、愛ちゃんがご紹介してたというところで言うとですね、当時この盗作問題で寺山氏がどういう批判を、この俳句短歌の世界の中で受けたかというと、俳句というのはクロスワードパズルではないんだというような批判を、受けたらしいんですよね。これどういうことかと言いますと、寺山氏はですね、太陽が射手座なんですね。で、実はというか、我らがタケポンと誕生日1日違いの射手座なんで、結構近い、本当に近い射手座なんですけども、で太陽が射手座なので、愛ちゃんが、言うにはですね、太陽射手座は、構成力はあるんだと。いわゆる文章の組み立てですよね。構成力はあるんだと。言うんですけども、一方で、レジュメでさっきご紹介した通りなんですけども、月が双子座ゆえにですね、表現力だとか思考力が、残念ながらないというのが寺山修司氏だということなんですね。で、構成力はあるんだけども思考力、表現力がないというような背景があって、寺山氏の俳句の作り方、短歌の作り方というのは、深みのある単語だとか表現を、もちろん悪意はないんでしょうけども、他から借りてきて、でそれを、組み合わせですよね、独自に構成することで魅力的な表現の世界を、作ることになったというのが、盗作問題において、俳句はクロスワードパズルではないんですよという批判を受けたことに対しての、愛ちゃんなりの、解釈、というところですよね。で、私などはですね、実はというわけじゃないんですけども、この
俳句とか短歌の世界だけではないんですけども、僕などはこうあらゆる分野ですね、こう真にオリジナルなものなんていうのはそもそもあるのかなってちょっと実は考える方なので、まあ、個性の違いとかこう内容とか質の違いとかっていうのは基本的にはなんか組み合わせのこう違いだけなんじゃないかなっていうふうにこう思うことも正直多いんですけども、やっぱりこう表現の世界とか芸術の世界っていうのはやっぱりそういうわけにはね、やっぱりいかないんだなと、まあやっぱりこう厳しい世界なんだなと、まあ、いうことをこう、まあ、感じたりというところはありましたね。あともう一つこう悲劇というところで言うとですね、この寺山修司についてはですね、ここはまあ今回愛ちゃんの洞察によるところが大きいとは思うんですけども、まあ、レジュメに最後にご紹介した通りで、寺山氏はやっぱりこう47歳で亡くなってるんですけども、まあ、晩年は酒に溺れていたというのはその通りですし、あとはちょっと気候が目立ってたみたいなんですね、晩年については。なのでやっぱりそういった酒に溺れたりだとか気候が目立った、理由を、まあ、愛ちゃんは、月双子座の問題がこう未解決だったというところにこう求めていて、まあ、ここはちょっと議論があるところだと思うんですけども、まあ、月双子座の問題を解決できなかったゆえに、まあ、こう自らをこう蝕んでいった、まあ、側面があったのかなというところなんですね。でそれが、まあ、ちょっと早死にというか悲劇にこうつながっていったというようなことをお話はしてましたね。なのでこの、まあ、ないものをあることにするとか悲劇が起こるというところは今、ね、寺山氏の例ではまあそのようなものかなというふうには思うんですけども、まあ、レジュメの方の括弧書きのところですね、まあ、たびたび前回の取り上げたネタでもあるんですけども、まあ、こう地球温暖化であったり、あとカタカナ3文字の政治的風パンデミックであったり、あとはまあ中長期的な意味ですけど食糧危機みたいなものはですね、まあ、そもそも、実態は本来はないんだというものなんですけども、やっぱりこうないものをこうある、ことにするとですね、必ずやっぱりどこかにこう歪みが生まれますし、でその歪みをこう調整する過程でやっぱり悲劇的なことがやっぱり起こると、まあ、いうようなところはあるのかなと思いますので、まあ、この寺山氏の例もそうですし、ここで挙げた3つの例もそうなんですけども、やっぱりこうないものをあることに、することのやっぱり問題みたいなところはやっぱりしっかりこう見つめていきたいなというふうに思いましたね。次、矢印2つ目のところですね、月を克服するにはというところで、まあ、一応処方箋2つあるかなということでレジュメの方には書きました。で1つ目が逆張り戦略ということ でこれについてはエリカ先生だとか愛ちゃんが、おっしゃっていることではあるんですけども、自分の月星座の、反対側の星座を意識した、まあ、言動とか行動を心がけると、いいだろうということにはなるんですが、まあ、寺山氏の場合でいうと月が双子座ですから反対側の星座は一手座ですよね。で、愛ちゃんについては月がお羊座ですので反対側の星座が、天秤座になりますし、あと我らがタケポについては月が、乙女座ですから、まあ、反対側の魚座をこう意識した、ことをやるということになりますので、まあ、そうですね、こう相場用語にも、ね、ありますけどもね、こう人の裏に行く道花の山みたいなことありますけども、まあ、こう月のこう才能適性がないのにあると勘違いしてしまうものということを克服するという意味では、まあ、この逆張り戦略は非常にまあ重要だということですね。でこう月星座についてはですね、出生時間がこう分かる方についてはもう全然もうホロスコープでサイトとかでも出した通りにはなるんですけども、出生時間がわからない方に置かれてもですね、出生時間をお昼の12時で作成して、でそこで出てきた月星座のですね、まあ、度数ですよね、度数を見てこれ7度から22度の間に入っていればもうその月星座であることが確定はしますので、
まあ、タケポンで言うともちろん出生時間我々分かんないんですけども、タケポンは12時で作ると乙女座10度ですから、この7度から22度の間に入ってますので、タケポンは月乙女座がまあ確定するというような、あの、解釈考え方になるんですけども、ぜひですね、あの、出生時間分からない方におかれても、ご自身で、あの、今ね、もうどんなサイトでも無料のサイトありますので、お昼の12時で、ホロスコープ作っていただいて、ご自身の月星座は、まあ、ぜひ確認、されたらいいのかなというふうに思います。はい、で、あと2つ目ですね、処方箋2つ目になるんですけども、まあ、月を克服するためにはですね、ちょっとまあ身も蓋もない話にもなるんですけども、まあ、僕は諦めと感受が、必要なのかなというふうに思いますね。まあ、才能適性がないのに勘違いして、こだわってしまうものというところにはなるわけなんですけども、まあ、例えばですね、まあ、あの、私、仕事で僭越ではあるんですけども、私の場合で言うとですね、まあ、ちょっと話飛躍するかもしれませんけども、例えばまあ自分にはこう投資の才能がないんですよね。あとは、まあ、青少年期も含めてこう異性にモテたこともないと。で、あとは、まあ、あらゆることに対してこう器用に物事をこなすことがまあできないだとかですね、あとはこうまともな家庭に、生まれなかった、育たなかったとまあいうようなところでですね、まあ、やっぱりこうないものはですね、やっぱないんだということをやっぱりこう諦めるしかないし、もしくは感じするしかないというところは、まあ、年を重ねるごとに、まあ、そういう気持ちというか考え方がやっぱ強くなりますよね。で、こう諦めとか感じとか言うとこうネガティブな考え方が出てくると思うかもしれませんけども、まあ、僕の実体験で言うとですね、諦めたりこう感じをするとですね、実際その後っていうのはこう自分の行き筋だとかこう希望とかがやっぱりこう見えてくるというのが、まあ、ちょっと個人的な体験だけかもしれませんけども、まあ、そういう実感がありますので、まあ、月を克服する方法としてはこの諦めと感じというところも、まあ、ぜひ押さえておいていきたいなというふうに思います。はい、で、一応学びの最後、矢印3つ目ですね、レジュメの方を見てください。納得感、自我よりも結果を求めることで納得するということですね。で、これについては僕以前の配信でエリカ先生と一緒の時にですね、この月の話が出た時に、少しお話しした内容ではあるんですけども、まあ、これは比較的僕が自信を持ってというか、まあ、こうじゃないかなと思っていることではあるんですね。こう納得感、自我よりも結果を求めることで納得するということで、で、まあ、ここで、ね、ちょっと2つほどご紹介はするんですけども、まあ、僕がこう常々思うことはですね、結構多くの方々がこう自分の力、自分の努力、自分の才能、自分の才覚だけでこう何かをこう成し遂げよう、何かをしようというようなケースが多いかなと思います。まあ、実際僕も今でも多分にそういうところは残ってはいますけども、まあ、特にかつてはね、そういうなんとかこう自分の力だけで局面を打開しようとか、結果を出そうとかっていうふうにやっぱすることが多かったんですけども、ただ、まあ、いろんな方を見てきたりだとか僕自身の体験も踏まえて言うと、やっぱりこう自分以外の方からのフォローだったりとかですね、あとはまあ環境のフォローですよね、まあ、これをこう存分に生かしていくことが、まあ、結果につながる、まあ、結果っていうのはこう人生の充実っていう意味での結果なんですけども、まあ、結果につながっていくことが世間で思われているよりは多いのかなというふうな、印象をやっぱり受けます。で、今日この一つ目ですね、レジュメの右下のところですけども、まあ、これちょっと自分のことになるんですが、ダンニブラの1ハウス、ここに水星と天王星がコンジャンクション、くっついている状態になっているんですけども、ここに、5ハウスの月、これ月は水瓶座なんですが、これが、トライン、まあ、調和的な角度、120度の角度を取っているということで、まあ、ここで何をちょっとご紹介したかったかというとですね、少しちょっと西洋占星術的な解説にはなるんですが、1ハウスというのはですね、こう自分自身を表すんですよね。
でそこに、天王星と、水星、水星と天王星がコンジャンクションというのは、水星天王星コンジャンクションというのはこれ異彩とか奇彩という意味なんですね。で次5ハウスなんですけども、この5ハウスというのは創造性を表すハウスなんですが、でそこにこう月が入ってはいて、でこの月というのは結婚している場合というのはこれ配偶者、奥様をこう表すものだというふうな位置づけになるのと、あと、水瓶座というのはですね、やっぱりこう天才的というふうな、まあ、解釈にはなってくるんですね。それが、トライン、調和的だということになるとですね、まあ、どういう解釈をするかといいますと、これまず良い使い方の解釈をお話ししますと、天才的で創造性のある奥様からのフォローで自分自身の異彩奇彩ぶりを発揮するというようなことが、これ良い使い方をした場合の例です。まあ、もっと分かりやすく言うと、まあエリカ先生の言うことを僕が聞いていれば、まあ、こう自分自身を生きられる、自分自身を発揮できるというふうな意味になるんですね。一方でこう悪い使い方をした場合なんですけども、悪い使い方というのは月、この5ハウスの月水が瓶座を単独で使った場合どうなるかということなんですが、5ハウスっていうのはさっきの創造性だけではなくて他にもいくつか意味があるんですけども、その一つに投機、まあ、投資とか投機という意味があるんですが、でここに、水が瓶座の月が、ありますので、まあ、どういう解釈になるかというとですね、投機において天才的であると勘違い、才能適性がないのに才能があると勘違いして、まあ、こだわってしまうと、まあ、いうふうな解釈になりまして、で実際僕はそれをちょっとやって、しまってた時期が、あったということで、まあ、結構悲惨な、結果になりました。まあ、いわゆる寺山修司じゃないですけども悲劇が起こったと、まあ、いうふうなことなんですよね。ですのでこの、まあ、西洋占星術の話にはなるんですけども、自分が持って生まれた星、自分が持って生まれた天命もですね、まあ、西洋占星術が、まあ、いくつかそういう解釈があるという側面もあるんですけども、やっぱり自分が生まれ持った星回り天命を、まあ、いい方に使えるか悪い方に使えるかっていうのはですね、やっぱりそこは結構差が出るところなんですよ。まあ、エリカ先生とか前私の方で前お話した通りで、まあ、基本的には運命だとか天命というのはあらかじめ、まあ、決まっているというところはその通りではあるんですけども、その与えられた天命運命の使い方というところでは、やっぱりいい悪いとか価値が高い低いというのが出てきますので、まあ、そういう意味ではこの、まあ、ちょっと月にまつわるところの使い方というところでは、ちょっと私自身の、まあ、恥ずかしい内容も含めてというところでご紹介をさせていただきました。で、学びの最後のところですね、2番目のところですね、レジュメの方です。私が木村拓哉、キムタクを尊敬する理由と、いうことです。いや、ダン・ニブラ、今更こう、ね、ジャニーズをなんか尊敬するのって話にはなるんですけども、まあ、もちろんね、こうジャニーズ自体は、まあね、極めてちょっと哀れな方たちだというふうなのが基本的な理解ではあるんですけども、この木村拓哉、キムタクについてはですね、まあ、僕はすごく尊敬しているところがあってですね、それは何かというと、まあ、今回の月にも関係する話ではあるんですが、キムタクはですね、我がないんですよ。いわゆる自我、あまりエゴがない方です。特にこう工藤静香と結婚してからですね、もう工藤静香の言いなりなんですよね。でキムタクといえばね、もう一時代を築いて一世を風靡したもう伝説のアイドルですから、まあ、一般的な、まあ、考え方でいくとやっぱり俺がでも絵も丸ですしになるのがまあ当然だと思いますし、まあ、正直僕がキムタクだったら多分絶対そういう風になったと思うんですけども、でやっぱりこう、ね、成功したことも自分の力でやったんだとかですね、自分で道を切り開いたんだというふうに思いがちなんですけども、実はキムタク全くそういう認識というかではなくないようでですね、でこう三面学、ちょっとエリカ先生にも教えてもらったんですけど、三面学とか見てるとですね、
あのキムタクがもともとの、まあ、こう天命運命というところでこう重罪覚っていう、こう名識をこう持っているんですけども、この重罪覚っていう名識は、自我を捨てるとあの運命が切り開く、自我を捨てると、天命に導かれるというふうなものらしくてですね、やっぱりこうキムタクというのはあのやっぱりそういう名識を持っているということをあの本能的に分かってやっぱりいらっしゃって、で、工藤静香から言われたことを、まあ、淡々とやることがもう開運につながるんだと、自身の天命運命をこう全うすることにつながるんだということを本能的に理解して、まあ、それを実行していると、いうことを知ってですね、あ、この人っていうのはやっぱりなかなかの、人なんだなと、いうふうにあの本当に思いましたね。で、まあ、まとめとしては、ね、ちょっと繰り返しにはなるんですけども、こう自分自身の運命天命を消化する、全うするという時にですね、どういう人とこう関わりを持つのか、まあ、どういう環境に身を置くのかということの方が、まあ、自分自身自らの思考だとか、まあ考え方とかですね、そういったことにこだわるよりも、実は誰と関わるか、どういう環境に身を置くのかっていう方がこう重要なことが、あの人生の充実においては結構多いというところがやっぱりあるかと思ってますので、まあ、ぜひそういった側面から今回のお話をご参考にしていただければなというふうに思います。はい、あと今日は最後ですね、右上のところ、まあ、これがまあメインの話にはなるんですけども、まあ、我らがタケポンの何がすごいのかというところのお話です。で、まあ、このチャンネルを始めて以来ですね、あのやっぱりいろんな方とあの関わることが増えまして、あとはあの、まあ、チャンネルを通してですね、まあ、いろんなご質問だとかご意見をいただくことがあるんですけども、タケポンに関してはですね、あの例えばなんですけども、なぜこうウクライナ戦争の、まあ、見通しを誤ったんですかというお話であったり、あとは、まあ、タケポンの予測とか予想ってそもそも当たってるんですかって、過去振り返って当たってるんですかっていうふうなあのご質問があったり、あとはこう、まあ、タケポンの言うことってちょっと分かりにくいんですよねというふうなお話とか、まあ、いろんなこう意見とか疑問っていうのはいただいてるんですけども、今日のお話はですね、それらに対しての、まあ、お答えにも、まあ、結果としてはなると思いますし、あとは私のタケポン理解の、まあ、一端をちょっと披露できればなというところでお話はさせていただきます。レジュメ右上の方ですね、ご覧ください。まあ、タケポンの何がすごいのかということを言うとですね、僕は一番すごいところは、まあ、レジュメにあるのはこれ3月6日のエリカ先生の配信でも、レジュメの方に掲載したものそのまま、出してはいるんですけども、まずちょっと読ませていただくとですね、タケポンのこれ火星のサビアンはですね、魚座の18度にあるんですけども、まあ、これがどういう意味かと言いますと、口伝による高度な知識や知恵の伝達、工事の存在から知恵を得る、公開できないような特殊な秘密情報にも通じてきやすいということですね。僕はまあもちろんね、タケポンこのご自身の天命をもう 100% どころか 120%、200% 消化されてるんですけども、僕はタケポンの一番すごいところ、才能はもうここだと思っています。まあ、古参のタケポンファンの方はご存知の通りで、まあ、タケポンといえばやっぱりこう五大発火の存在をですね、こう我々に教えてくれた方でもありますし、あとは、人類のための莫大の量の母外資産の存在とその流れに関するところ、あとは、まあ、中曽根御体の実像であったりとかですね、あとこう、まあ、キアスト米国際事件の、当事者とやっぱ接点を持つことになったりだとか、あとはもう本当いろいろありますよね。まあ、プーチンがフリーメイソンロンドンの、リーダーであることを教えてくれたりですとか、あとは、まあ、日銀と中国人民銀行が、まあ、国際勢力の、まあ、背景を持ちつつ極めて神話的であるということだからですね、あとは最近でもまあね、あの配信でも取り上げましたけども、まあ、いよいよ37年ぶりに、母外資産が投下されましたというふうな情報だとかですね、まあ、これ本当に他の、まあ、日本
国内だけじゃなくて、まあ、世界中見渡してもっていうことだと思うんですけども、まあ、他の誰の追随も許さないようなあの極めて特殊な、まあ、秘密情報、まあ、本来であれば公開できないような情報をこう我々に発信して、まあ、くれてるということで、まあ、これ本当に私何回か言ってますけども大げさではなくて、これ本当に戦後史に残るもう偉業だと思っています。これはタケポンにしか本当にできないことだというふうにあの、まあ、いつも思ってはいるんですけども、僕はこれがタケポンの最も、優れた能力適性の、だというふうに思っています。ですので、まあ、こうタケポンをこうフォローするわけではないんですけども、あのまあ、さっき、ね、あのご紹介したようにウクライナ戦争がどうとかですね、タケポンの予測は本当に当たってるのかとか、タケポンの言うことは分かりにくいとかいうご指摘は、まあ、僕はもうごもっともだとは思うんですけども、まあ、一方でやっぱりこれだけ の秘密情報、特殊情報を我々に本当に無料で公開してくださっているということになりますので、まあ、僕個人としてはこれ他のことはこれ多めに見ていいんじゃないかなというふうにはあの思いますし、あの本当にねもう無料でこれだけの情報を公開してくださっていると、いうことですから、まあ、僕は本当に すごくも感謝しかないっていうぐらいに思っていますけども、まあ、ぜひそのような、ね、こう目でタケポンの方を見ていただければなというふうなところは思うわけです。まあ、一方でというところで、今回のまあテーマにもまあ、なってくるんですけども、タケポンの月は乙女座なんですよね。で月というのは、まあ、才能適性がないのに勘違いしてしまうものというふうな定義にはなりますの で月乙女座って、まあ、どういうものかといいますと、まあ、これ愛ちゃんの解釈をそのままあの引用させていただきます。月乙女座というのは愛アナライズ我分析すがないということ、まあ、つまりはですね太字にしましたけども、その下ですね、分析ができない、秩序だった行動と考えができない、これが月乙女座の、まあ、特徴であるということなんです。ちょっと勘がいい方はですね、ちょっとお気づきになられた方も、いらっしゃるかもしれません。タケポンですね、先ほどご紹介した、寺山修司と実は酷似しているところがあるんですよね。タケポも太陽いて座なんですよ。で誕生日もあの寺山修司と1日違いというところ でさっきご紹介した通りいて座というのは構成力、いわゆる組み合わせは組み合わせる力はもう抜群ではあるんですけども、なので、タケポも、ね、それと加えてというところでもう溢れる教養、まあ、とてつもない教養ありますよね。なので構成力組み合わせの力によってそれっぽく見せることっていうのはやっぱり得意なんですよ。なんですがやっぱりこれ月乙女座がゆえにですね、分析ができないですよ。あの構成力はあってそれっぽく見せることはできるんですけども、分析とか洞察は、実は苦手だというところが あります。で実際ですね、まあ、ウクライナ戦争のことなんかはちょっと象徴的なんですけども、やっぱり、まあ、見通しを大きく、見誤るということがあったりだとか、あとは、まあ、そうですね、こう2月28日にあったこうタケポンのウクライナ戦争に関する見解と見通しみたいなあの YouTube を見ててもですね、やっぱりちょっと何言ってるか分かんないっていう時がやっぱり時々あるんですよ。でこれでですね、太陽がいて座で月が乙女座がゆえのやっぱり現象だと僕は思います。まあ、さっきの寺山修司と本当に似てるんですけども、でやっぱりそういう、まあ、あの背景があるので、こうタケポンがですね、まあ、創業以来のこう変遷を見ててもですね、情報リテラシーをまあなりわいとしつつもですね、まあ、多方面に活動を展開してますよね。なのでやっぱり寺山修司とやっぱ似てるんですよ。寺山修司の場合は月が双子座で本物の文章が書けない、真似事の文章しか書けないという運命に対して、まあ、脱文章化の方向に進んでいって、それが、まあ、いわゆる寺山ワールドの、まあ、このものすごい広がりを見せていったというところもあるんですけども、
竹本の場合もやっぱり月乙女座のこう分析ができないというあの、まあ、背景があることで僕はこういろんな方面にやっぱり活動を、展開しているということで、竹本はご自身にやっぱり分析力があのないということを本能的にやっぱり理解しているんだと思いますね。なので、まあ、僕自身の竹本の理解というのは、まあ、画面の方に出しましたけども、竹本は情報接点力はもう本当満点、満点どころか本当は200点なんですけども、一応まあ便宜的に、まあ、情報接点力を100と今回させていただくんですけども、それに対して、情報分析力は僕20ぐらいだというふうに、思っています。あくまでもこの情報接点力との比較感なんですけども、であとは真ん中の情報収集力についてはこれ30から50ぐらいに一応見てます。この30から50というのはやっぱり竹本ですね、やってることが多岐にわたってるのもそうですし、あとはもう経営者でもありますし活動家でもあるというところで、特に最近思うのはやっぱり公開情報の収集の時間あんまり取れてないんじゃないかなっていうふうな印象を受けることが多くなりました。ですので、まあ、30から50とはしたんですけども、まあ、時間が取れれば情報収集力は50かなというふうに思うんですが、まあ、そのような形で僕はタケポンの方をまあ見ているというところですね。でもご参考までにご紹介すると、あの我らが田中酒井さんについてはですね、まあ、どう私が見ているかといいますと、まあ、情報接点力については、これまあ10から20ぐらいだというふうに思ってますし、酒井さん自身も自分は現場には入る主義ではないということはよく言ってるんですが、いわゆるまあこの秘密情報とか特殊情報への接点ということはもう10とか20ぐらいしかおそらくないんだろうなと思うんですが、一方で情報収集力については僕80ぐらいはあると思いますし、情報分析力については僕90ぐらいある方だと思っています。ですのでタケポン限らず、酒井さん限らず、まあ、添ちゃん限らず、あとは、まあ、馬淵さんとか、まあ、いろんな方、ね、いわゆるこう一般にこう言論人と言われている方、みんなそうだと思うんですけども、やっぱり我々がやっぱ彼らの話を聞いたり考えたりするときというのは、やっぱその方がまあどういうところに強みがあるかというところをですね、やっぱり見極めて、接していくというところが大事かなと。いうふうには思いますよね。ですのでやっぱりどうしてもね、竹ポンファンもいらっしゃいますし、酒井さんファンもいらっしゃいますし、添ちゃんファンもいらっしゃいますし、まぶしさんファンもいらっしゃいますしというところはあるんですが、僕はいつも常々思うのは、その人が言ったから正しいとかではやっぱりなくて、やっぱり基本は是々非々で、まあ、見ていく必要があるかなというところと、あとはやっぱり信者になってしまうとですね、こう思考がまあ止まるというところがありますので、まあ、この、ね、YouTube チャンネル配信させていただく中でもそうですし、まあ、過去から振り返ってもそうなんですけども、やっぱり竹本が言ってるから正しいだとか、酒井さんが言ってるから正しいだとか、添ちゃんが言ってるから正しいだとか、やっぱりそういう見方はせずにですね、まあ、是々非々で、まあ、自分自身で、まあ、一件一件定点観測をしていくというところが、まあ、さまざまな情報だとかこう人物にこう接していくところの、まあ、基本かなというふうなところで、まあ、今回は、まあ、竹本の例なんかも出しながらお話を、させていただきました。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。